エルンスト・フリッツ・アルフレッド・パーティケルはドイツの芸術家。アルフレッド・パーティケル1929年から1944年までパーティケルが教授を務めたケーニヒスベルク芸術学校。東プロイセンのゴーダプ郡で生まれた。インステルブルクの学校に通い、1905年から7年にかけてケーニヒスベルクの芸術アカデミーで学んだ。1908年にはミュンヘンに 1910年には、バイマルに移り、バイマル芸術学校で学んだ。1911年から1921年まで、ベルリンで活動し、第一次世界大戦では、ドイツ軍に従軍した。1929年に、ケーニヒソベルク芸術学校の風景画の教授となり、1930から31年には、ローマのビラマッシシモの客員となった。また、マックス・ペヒシュタインが、 二大に設立したアーティストコロニーのメンバーでもあった。1937年、彼の作品はエンタータタクンストに分類された。1945年2月、第二次世界大戦下の東プロイセン構成の影響により、ケーニヒスベルクからアーレンショープまで自転車で避難したが、その後消息不明となった。1945年10月20日にアーレンショープの 近くの森でキノコ狩りをしていたが、そのまま消息不明となった。遺体は発見されなかった。ありがとうございます。